アイドルグループはメンバー同士で仲が悪い、そんな通説もどこ吹く風。国民的アイドルグループ AKB48 の元メンバーは現在はママ友としてつながっていた。6月中旬の午後11時前、東京、六本木の老舗しゃぶしゃぶ料理店から出てきたのは、前田敦子、30歳と、篠田麻里子、36歳。かつて AKB48 を支えた、神セブンだ。積もる話もあったのだろう。神戸牛を堪能しての女子トークは4時間半以上も続いたようだ。芸能関係者が言う。6学年下の前田さんが先に結婚、出産を経験しています。その後に結婚して一児の母になった篠田さんは、敦子が育児のアドバイスをくれるのと頼りにしているようです。仕事と育児を両立させている二人ですから、この日のように深夜まで時間が取れることは稀のはず。久しぶりの会話に花が咲いたのでしょう。先輩ママの前田は、昨年出産した同じく元 AKB48 メンバーの板野友美、30歳の相談にも乗っており、前室の芸能関係者は、AKB48 時代は一番気難しかった彼女が、今では一番社交的で仲間のまとめ役、字の流れを感じますと感心する。人生の紆余曲折が彼女を成長させたのかもしれない。前田が勝地涼、35歳と離婚したのは昨年4月。互いに相手を束縛し合い、つかみ合いの喧嘩が報じられたこともあった。だが、離婚後は逆に元夫婦円満という不思議な状況になっているという。この春、息子さんの幼稚園の入園式に、勝地さんと二人で出席したそうです。親権は前田さんにありますが、二人は、今が最強の親子タッグだねと言い合っていて、関係は良好です。前田さんは、勝地さんに、テレビで離婚をネタにしていいからねと言っているぐらいですよ。前田の知人、